どうも、ベトナム在住のウキツです。先日ね、シャリーの鍵の中組み替えしたんですけども、実はね、これも鍵が2つあるんですよ。で、今回はね、こっち側ですね、ハンドルロックキー、こいつのね、組み替えをやっていきたいと思います。まあ、まずね、これ外しちゃいます。これね、今取り外した鍵で中身を組み替えますって言ったんですけどね、実際今日使うのはこっちです。何かっていうとね、これ鍵が2つ、メインキーとこれがあるんですけども、メインキーはね、これと同じように上が削れてるタイプなのに、こっちはね、下がこうやって1段下がってるんですよね。だからね、この中組み替えてもメインキーと共通にできないんですよ。で、これはね、メインキーと同じ形状というか、ここの、段が下がってるところは上側なんですけど、もちろんね、ここの鍵の形状が違うもんですから、この鍵をね、開けて、この中身をね、メインキーでもこの開けれるように、回せるようにね、していきたいと思ってるんです。だからこいつはいらねえ。で、これを開けていくんですよ。この鍵はね、メインキーよりはかなり楽に開けれるんです。これ一回開けた形跡あるな。こいつも組み替えてるんだろうな。何すんだっけ。あ、この中をね、外します。これはオンにしないと外せなくって、キーを解除しないと外せない、そんでロックをしないとピンが抜けない構造なんだよね。防犯上は問題ないですよね。こういうことじゃない？飛ぶか。このね、Cクリップっていうのかな？うわ、ちょっと変形しちゃった。こいつをね、外したかったんです。こいつを抜けば、あとはこれ抜く場所があるんだよね。どこだい？あ、取れた取れた。ね、抜けました。これでいいんじゃない。こんな感じですね。さあ、それでね、またこいつ使ってね、中の組み替えやるんですが、今はね、鍵が入るとここがまっすぐになってる状態ですよね。抜くと、これはどっち、こっちか、抜いていくとね、これがこういう風に上がってくるんですよね。で、こいつを、この鍵は隠した方がいいのかな。案外近いんだな。これ上とかね、下とかちょっとだけ出っ張ってる。要は鍵の形が合わないんでね、これを合うようにこの部品から探していきたいと思います。ちょっとか、まあいいや。まずはこいつ、これが少しだけ上に出たんで、ちょっと薄いやつ、こいつだろうな。ね、今ここの高さがあったんですよ。だから同じやり方で他のやつもね、組み替えていけばいいだけです。今度はね、この2つ目外していきます。
微妙な違いなんだけどね。ね、2つ目もうまくいって3つ目は最初から OK ですね。じゃあ4つ目。おお、いったね。あと1個です。おお、だいたい OK ですね。これで回るんじゃないのかな。これで、うん、これでね、刺して回れば OK なんですよ。なんでこいつを戻して、これここに刺さるようにすればいいんですね。こいつをね、だから入れて、こいつは向きがあるのか、うん、ね、今のバイクのメインキーでね、回せるようになりました。これでこいつはちょっと曲げるか。おったらやばいけどね。これでいけんじゃない？うわははは、こいつをどうはめるよ。いや、うまくいかん。ちょっと手に刺さると怖いんでね、革の手袋して、こいつで、ちょっと大きなドライバーでね、はめていきます。音がずれそうやな。あ、いた。これでね、使えるようになりました。いや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 、うん、別に問題ないよね。そんで実はじゃないや、まあこれ一回かぶせるのか。こいつはね、戻して、ちょっと表傷つくけどいっか。クイクイとね、曲げちゃえば OK ですよ。これで使えますね。さあ、そんでもう一個、もう一個このヘルメットキーですね、ロックキー。これね、前にあのアップハンドル、アップマフラーにしてる時に邪魔で外したんですが、実はね、これもまた鍵の形が違うんですよ。で、これは分解したことないんだけど、多分ね、ここのかしめ割れちゃうのかな。剥がさなきゃいけない。あ、柔らかいのか。あ、いけそういけそう。ぐにゃぐにゃだ。ね、これも別にこんなの公開しても防犯上の問題にはならんよね。ロック外さなきゃ取れない鍵だからね。取れました。こいつで、これはネジで止めんのか。この部品がビョーンと飛んでくと怖いんだな。バネ取っとこう。こいつですね。とドライバーで、うい、いった。ちなみにこの鍵はコピー品だから、本物の構造がどうなってるかは知りません。うんうんうん。
なんかが取れた。ピンと、なんだ、あ、これがロックかかってんのか。なんかうまく見せれてないよね。まあいいや。え？これはどう外すのよ。こいつが、あ、押してるときに抜けばいい。これですね。こいつはバネ。バネ抜くだけ？こんなのがね、抜けました。これで、あ、あとはメインキーと一緒だ。ここにね、出てるのがあるから、こいつを押せば、ね、抜けました。最後のここをね、ドライバーで押したんです。で、この鍵がこれ、最後のやつはロックだからね、動かないんだけども、やっぱりまっすぐになるんですよ。で、こいつをメインキーでやっていくんだな。抜いたらね、こうやって上が出てきてますからね。こいつにメインキーを入れると。案外これはガタガタになるなね。こうやって飛び出てるところのね、中を組み替えなきゃいけないんだけど、一番目もちょっと出てるな。ね、全部まっすぐになりました。これで回せりゃいいんだよ。なんかこれグリスたくさん塗ってんだけどもな、グリスがあるのも本来良くないんだよね。まあいいや。これをどうはめるよ。すごい。このね、最後の飛び出てるやつを押しながら入れりゃいいだけのはずなんだ。うん、いった。ね、あのパチンと言ったから、この中が映ってないかもしれないけど、上に上がるんです。写真で撮ってみたけどね、うまく写ってる気がしない。まあいいや。ドアはめるかや。どうするよ。なんかでバーンと叩かなきゃいけないんだろうな。これでいいかい。こうやって。Thank you.
ここ叩けんな。どう叩きますかい。なんか台考えよう。多分これでね、固定できて歯が傷んじゃうかもしれないですけどね、このパンチ、あの穴開けるやつ、皮とかにね、これで叩けばいけんじゃない。無理かい。お、入った入った。んで、これでね、センターポンチで、もう一回かしめかな。叩きにくいな。このまま叩いちまうか。よし。最後荒いことしたけどね、こいつでいけるはずです。鍵をね、 OK ですね。全部共通にできたんじゃない。さあ、それじゃあね、取り付けしていきます。こいつはね、14インチにしちゃってるから、こっから止めれたら防犯にはあんまなってないんだけどね。まあいいでしょう。なんか開け閉めが簡単に出ちゃうんだよね。こっちはね、ちゃんと開けた時にしか外せないから、防犯上も問題ないですね。これでね、一つの鍵でこいつはロックがかけれて解除もできる。で、ハンドルロックも使えて、メインキーがちゃんとね、ウインカーの音がするか。はい、一つの鍵でね、全部使えるようになりました。今日はね、ここまでです。それではまた。